東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。新型コロナ本当はひどくなってるっていうのは100年一度の災害疫病になるわけなんですけども、これ前回っていうのはスペイン風邪です。ちょうど100年前1918年、スペイン風邪の時と比べると天文学的な気象的なその背景とほぼ一緒です。スペイン風邪の場合も1917年の冬の時も去年と同じように太陽換星周期で客機の方は所要総火です。でこの冬の換気と夏の気が1917年年末ずっと支配しているっていうために熱邪にやられてしまう。熱邪にやられて体の中にしばらくで溜まって、そうすると外部のそのウイルスが出てきてそれで爆発してしまいます。この熱邪1918年の最後っていうのは大火です。今年は大気なんですけども18年は大火です。要は火の気が行き過ぎるということです。でそもそも熱邪による疫病でさらに熱邪が強い年になってくると一気に広まってしまって、今年は大金ですから金の木って下がってくる木です。蚊の場合は上がってくる木です。ですから今年のコロナってのはスペイン風邪みたいにひどくなるということはないと思いますと思うんだけど、でもこの今年は肺にやられやすい年ですから基礎疾患持っているという方、心肺機能あまり良くないという方、あとこの体質的にハエの方がやられやすいという体質の場合だとすると感染するリスクが高いですし、あるいは感染された場合は重症化するというリスクも高いではないかなと思います。100年一度にする疫病っていうもう一つ大きな理由としては運気学なんですけども、毎年毎年の運気が変わってくるっていう60年サイクルで見るスケールも当然ありますけれども、数百年数千年数万年とか十数万年というサイクルで見ることもできます。1年を風熱消失相関、1年360日でこういうふうにぐるぐると回っていくという見方をさらに拡大していくと、例えば360年を60年単位で風熱消失相関という気が変わるという見方もあります。スペイン風邪の場合は1864年から1923年の60年間を司る運気っていうのは消化です。要は火の気を司ります。火の気が司って60年の時、あとこの60年を前の30年と後ろの30年司る気はそれぞれまたちょっと違います。毎年と同じように上半期と下半期を司る気それぞれ違う、同じように30年30年で司る気もまたちょっと変わってくるんです。1894年から1923年の30年間を司る気ってはこれは松陰君間です。つまり60年の木が火で30年の木も火ですから、火が2つ重なっているということと、あと1918年も大火という木、火が3つが重なっているということですので、火邪がものすごく強いということです。でそれによって大流行したということになります。じゃあこの流行はいつ収まったかというと、これは1921年収まったんです。で1921年の年の運気って何ですかというと小水です。水かつ火ですので、火の気が強すぎて水の気になってくると収束していきます。ですから今年は大気なんだけども、来年は小水です。つまり水の気が来年の年の運気になりますので、今年のコロナはおそらくなんですけども今年いっぱい秋まで流行りますけども、その冬に入るとどんどん衰退していて、で来年の1月以降はもうきれいになくなるではないかなと思います。スペイン風邪は強くなったっていう理由としては3つの蚊が重なって火邪ものすごく強い条件です。揃って一気に大流行したっていうことになるんじゃないかなと思います。今年の新型コロナの場合はどうなるかっていうと、1984年から2043年のこの60年間の運気っていうのは小金です。つまり金の木が支配するっていう、金の木が支配するですからハエのシステムの方が弱くなりやすいということです。2014年からの30年、2014年から2043年までのこの30年の
運気では小陽相関、つまり火は支配する。火かつ金ですので、ハエの木はさらにやられやすいです。で、今年は大金ということですから、上半期の支配する木っては小陽君火ですので、これも火かつ金ということです。だからハエの方がやられやすい年ではあります。新型コロナの今年は大流行した天文学的な背景はここにあるではないかなと思います。来年小水の期になると新型コロナの方は収束していくではないかなと先ほど話しましたんですけども、で実際今年これからどうなるかというと、おそらくなんですけども、このピークっていうのはまだまだ来てないっていうふうに考えられます。でなぜかというと、三の期になると、三の期っていうのは主期は小陽相関です。客期の方は小陰君火です。火が2つ重なってますので、火の気がさらに強くなります。だから火の気が2つ重なってヒージャーの方がさらに強くなりやすい時期ですので、金の方がさらにやられる、抑えられるということになりますから、本格的に死亡率が増えてくるのはおそらくなんですけども、6月頃ではないかなと思います。4の気、7月22日から9月23日まで2ヶ月なんですけども、周期も客期も全部太陰湿度です。土の気が強いんです。土の気が強いですから、土生金ですので、だからこの夏のこの2ヶ月はおそらく落ち着いてくるということはなるじゃないかなと思います。ただですね、秋の五の気は周期は陽明相金です。金の気になります。客期の方は小陽相火になりますから、これも火かつ金という五行の生活関係になりますので、秋の時にもう一回ぶり返してくるという可能性が非常に高いと思います。それが終わって冬になると太陽関節になりますから、水の気が強くなってくると一旦落ち着いてきて、来年になると小水になりますから、火の気が抑えられて本格的に収束していくではないかなと思います。